こんにちは、文房ミュージックのカトキです。前回ライラ Y3 というマイクを紹介させていただいたと思うんですけれども、なんと日比野さんからご縁をいただきまして、今回ヘッドホンを送っていただきました。なのでそのヘッドホンを比較してみようと思います。今回はモニターヘッドホンと呼ばれるヘッドホンに的を絞って紹介したいと思います。最近は SNS に動画を上げたりとかですね、 BTMer だったりとか、まあ、演奏する方だったりとか、まあ、そういうふうにですね、たくさんのところにこう公開していく、まあ、アップロードするパブリッシュするような、そういった文化が増えてきてると思うんですが、その際にですね、視聴者が聞いている音がどういった特性のイヤホンやヘッドホン、スピーカーで聞いたとしても破綻しないようにするっていうのが結構重要になってくると思うんですよ。そういったことをするときに、自分にとって基準になる使いやすい特性のヘッドホンをですね、見つける、そんな手助けができる比較動画になればいいなと思っています。最後まで皆さんお楽しみいただければと思います。今回は弊社のスタッフと演奏動画的なものを作りましたので、自分で実際に録音した音を聞いて聴き比べしようと思います。曲は米津玄師さんのレモンを使わせていただきました。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い、では帰れない。切り分けた果実の片方のように、今でもあなたは私の光。今回ベースが鳴ってますので、ローの聞こえ方っていうのもちょっと気になりますね。ヘッドホンのレビューとかそういったものっていうのは、どうしても自分の主観が入ってしまいますけれども、実際にこうだったなっていう記憶をもとにですね、皆さんに伝えていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ヘッドホン4機種紹介したいと思います。 K701Y3、 K702Y3、 K361BTY3、 K371BTY3、この4機種をレビューしていきたいと思います。最初の2機種と後の2機種で、開放型、密閉型とヘッドホンのタイプがちょっと違うものになってます。開放型はここの部分に穴が開いてまして、外の音がちょっと入ってくるような感じになってます。スピーカーに近いような感じで聞くことができるっていうのが特徴になってます。注意点といたしましては、開放型のヘッドホンは音が漏れます。通勤通学、電車内で聞くだったりとかですね、何かを録音するっていう時には目的としては使えませんので、そこだけご注意ください。密閉型はここに穴は開いていません。少しローが強くなることが多いです。細かい音まで繊細に聞き取ることができます。ではまず開放型2機種から聞き比べをしてみたいと思います。はい、まずは K701Y3 でございます。可愛いですね。はい、すごい分かりました。次の702の方行ってみたいと思います。はい、分かりました。率直に2機種聞き比べてみましたけれども、まあ、まずですね、2機種とも素晴らしいです。701と702の違いなんですけど、まあ、僕が感じた感じでは702の方が若干音の密度がさらに濃くなっているような気がします。701は適度にですね、音の空間を感じる部分が強くなっているような気がします。702の方はですね、一つ一つの音の密度がしっかり濃いので、まあ、まずですね、原音に忠実な感じは701以上に強く感じました。ですがどうしても702の方は、まあ、音の密度が濃くなった分ですね、情報量が多くなりますので、解像度のところだったりとか、まあ、音場のこととかの判断をするのが少し、まあ、頭の回転がいるというか、ちょっと大変だなっていう印象はあります。ベースの定位をですね、少しだけ左に、実はこのミックスの時にパンニングしといたんですが、そのほんのちょっとのパンニングも両方ともしっかり聞き取ることができました。702の方はケーブルが着脱式になっています。701は一体型なんですけども、着脱式になってますので、まあ、万が一ですね、線が断線した時とかには、交換がしやすいという意味でこちらに軍配が上がる部分があるかもしれませんね。はい、では密閉型 K361BTY3 と K371BTY3 行ってみたいと思います。はい、聞いてみました。
少しだけローミットが強いかもって若干思いましたけれども、それは開放型と比べてですので十分リファレンスになりうる音域かなと思いました。密閉型ということもありまして、開放型に比べるとですね、全体的に音場はやっぱり狭くなります。その分ですね、まあ、細かいところっていうのは逆に聞き取りやすいっていう風にも感じました。 361BTY3 と 371BTY3 の違いなんですけれども、かなりニュアンスは近いのですが、371の方が密閉型の中で少し音場を広げたような感覚がありました。定位もちゃんとわかるし、バランスもよく聞こえていて、一つ一つの音ははっきりわかる前提ですけれども、ギュッと凝縮されているような感じに聞こえていて、371はそれが少し開放によって少し広くなったような感じがします。本当にマイクで撮った音をそのまま聞いているような感覚、撮った音っていう感じを聞くのだったら、もしかしたらこの密閉型のヘッドホンの方がニュアンスが近くなるかもしれませんね。実はですね、 K361BTY3 と K371BTY3 はケーブルが着脱できて、外した状態で Bluetooth で接続して聞くことができます。 Bluetooth の接続ですので遅延も起きてしまいますし、音質も有線に比べるとどうしても劣化してしまいます。なので、まあ、スタジオでモニタリングする用途っていうのに使うのはちょっと厳しいのですが、外出先で、まあ、ちょっとこう何かをチェックしたりとか、まあ、こういったヘッドホンで音を聞いてみたいとか、そういった時には非常に便利かもしれません。ちょっとそれも試してみたいと思います。外で聞くっていうのを想定しまして、まあ、iPhone に Bluetooth 接続して iPhone で先ほどの音源を再生して聞いてみたいと思います。はい、まあ、有線に比べるとどうしてもですね、広域と低域がやっぱり削れてしまって、帯域が少し狭くなったような感覚は受けました。あとで全体的なその解像度というか、その音のそのツヤ感というか、細かいところもやっぱり若干マスキングがかかっているような、まあ、少しやっぱり無線ならではの音質劣化はありましたけれども、でも全くですね、バランスが破綻することなく音源として聞くのには全く問題ないなというふうに感じることができました。2機種を聞き比べてみての感想ですけれども、まあもう結論から言いますと、完全に 371BTY3 の圧勝でした。解像度、それからまあ音域の広さですね、そういったところも361よりもさらに良くなっているなっていうふうに印象を受けました。無線の点から考えたら 371BTY3 の方が僕としては完全におすすめですので、まあ、総合的には 371BTY3 はかなりコスパのいい商品なんじゃないかなっていうふうに感じました。はい、ということでね、4機種聞き比べてまいりましたけれども、まあ、総じて言えることは、どれもとてももう本当に音域のバランスがとても優れていて、はっきり解像度も高く音場に優れているモニターヘッドホンと呼ぶにふさわしいものだと思いました。ここまでですね、アーカゲーのこのモニターヘッドホンシリーズがですね、はっきりとした音場と解像度感を持っているとは思いませんでした。まあ、リスニング用としてもとても楽しめるヘッドホンだと思いました。逆に言いますと、まあ、いい音に聞こえてしまうっていうのはちょっと僕は逆に心配してしまうこともありまして、自分が作った音だったりとか、まあ、自分が、まあ、撮った音ですよね、それがいい音に聞こえてしまうんですよ。いい音になってるかっていうことのチェックが甘くなってしまうんじゃないかって逆に思ってしまう、そんな風に思うぐらい、バランスが綺麗な音でした。リファレンスとしてこのアーカゲのヘッドホンにするっていうのはもう全体もしっかり見えますし、とても良いと思いましたので、どの機種もおすすめできると思います。強いて私の主観でどっちが好きだったかっていうところだけお伝えしておきます。まず開放型、これに関しましては非常に悩んだんですけれども、 K701Y3 の方が僕は好きでした。 K702Y3 の方がむしろ優れています。音の密度、情報量としては余すことなく伝えているのは間違いなく K702Y3 なんじゃないかって僕は感じました。ですが K701Y3 の方が適度にその部分の情報をこうすっこ抜いてというのか、少しこうすっきりさせてくれてるんですよね。すっきりさせてくれることによって、まあ、どの音がどういうふうに配置されてるかっていうのも感じやすくなってますし、まあ、その中で音を作っていくっていうことがやりやすそうだなって思いました。リファレンスにするっていう意味では K701Y3 という方を選ばせていただきました。密閉型ですけれども、密閉型に関しては K371BTY3 の方がいいなと感じました。 371BTY3 の方が、まあ、音場が広くなっている、まあ、そういった意味で、まあ、空間を認識するっていうところでも少し、こっちの方が優れているのかなっていうふうに感じた形です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。何度も言ってしまいますけれどもね、あくまで私の主観ですから、ヘッドホンを買うときはですね、皆さんぜひ一度視聴してみていただくことをお勧めします。今回の4機種品質も素晴らしい4機種だというふうに自信を持ってお勧めできる機種だと思いました。バランスもバッチリだし、
解像度や音域もとても素晴らしいものだと思いました。今回4機種ともですね、値段はどれも2万円前後ぐらいの値段になってますので、まあ値段の差っていうのはそこまで大きく開いていません。そういった意味でも本当に自分がこれが使いやすいなって思う、まあこれがリファレンスになりやすいなっていうものを選んでいただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。実は今回紹介した4機種以外にも、日比野さんからですね、赤毛のヘッドホンを他にもお借りしております。一気に全部紹介するのは大変なので別の動画で紹介させていただきますので、ぜひそちらの方もお楽しみにしていただければと思います。今回は赤毛のヘッドホン4機種の聴き比べでした。少しでも皆さんの参考になっていればと思います。また、楽しい企画いろいろアップしていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたまたまた。